大丈夫?今日はありがとうございます。ここで大丈夫なんで本当に本当に。何言ってんの。無理しないで部屋の前まで送っていく。いやでも私重いですから。じっとして。すいません。夢見てるのかな。蓮見先輩が私を抱きかかえて。どこ？岩屋さんち。そっちの 並びの、2つ先の部屋です。うん。でも夢の時間は終わる。ありがとうございました。ここで。お茶でもって言いたいけど桃が先輩。うん、あ、いえ。じゃあまた明日会社で。ああ、おやすみなさい。失礼します。 岩屋さん。ママ、静かにしなさい。ごめんなさい、ペットがちょっと興奮しちゃったみたいで。 猫じゃなかったっけ。ごめんなさい、ご飯あげてないからちょっと怒ってるのかもしれない。今日は本当にありがとうございました。すいません、また明日。おやすみなさい。あ、うわ、いや。 吠えてんの？バカじゃないの？だってこっちだってびっくりしたんだもん。男の人連れてきてさ、しかもあんなとこで。見てたの？仕事だって言ってたくせに。すみれちゃんの嘘つき。大人にはいろいろあんのよ。ペットのくせに生意気なこと言わないでちょうだい。 もういいよ、嘘つき。ちょっとママ、ちょっと。